俺さ、刺繍の話したことあったっけ今まで。今こう、お前それ刺繍じゃねっていう。あの、入れ墨じゃない。刺繍、あの、出進める。出進める。俺ね、あのー、あのさ、あ、でもこれ怖い話だな、これな。怖い話ですけど、あのー、俺ね、 昔、っとまあ、横浜市に住んでたんですよ。で、えー、お盆の、ね、時に何万ダーブ何万ダーブが俺右耳からずっと聞こえて1時間ぐらい耐えたんだけど、パッて起きたら実は時計は3分しか経ってなかったって話は多分前したと思うのよ、ねそう。それ多分聞いたと思う。で、そのね、 あの前後ぐらい、それ,それよりも前だったのか、後になったのか分かんないんだけど、そこの,あの怖い夢を見ました、当時、ニコ生やってた時に、スカイプである視聴者、自称霊媒師の人に、この家は今、まずいですねってあの言われた家に住んでたんだけど、のその前後か分かんないんだけど、俺ね、帰ってきたんだよ、仕事から。帰ってきて、それでエアコンつけたのよ。 エアコンつけたら、なんかね、なんかいつもと違うなって。で、俺さ、やっぱりこの性格だから、フィルター掃除しないから、なんか臭いけど、これフィルターなのかなって。カビなのかなって、そう。思ったのよ。で、えー、まあいいやと思って、放置しようと思って。で、2日目、3日目になったら、匂いの質が変わってきたのね。なんか甘,甘い匂いになってきたの、ちょっと。甘い。で、なんかこう、 甘、なんかったるい。ちょっとね、なんつうのかな。うーん、ぶどうのなんか腐ったみたいな、わかるかなあの、カブトムシの、あのー、餌の匂いっていうのかななんかそういうような匂いになってきて。で、これちゃんと落ちがあるんだけど、で、それが2週間ぐらい続いたの。で、どん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 その匂いは濃くなってきちゃって、うわ、くさいと思って。でもね、 俺その時はもう正直言うと、えっと、飲んだクレスだから、あのー、会社行っては飲み行って、もう家は寝るだけとかだったから、で、まあ、やんあんまりね、休みの人とかも日中家にいることとかがなかった時期があったのよ。で、そして、あの、いつだか警察が家の前にバーって止まってて、2週間ぐらい経った時だったかな。で、何があったんですかって言ったらば、まあそう、桃中さんが言ってたように孤独死があったの。俺の、 上の階の人が孤独死があって。そう。ちょうど真上かどうか分かんない。とりあえず俺の上の階の近くの人が、あのー、孤独死って言って。で、うわーって思って、エアコンのじゃああの匂い、そうだったんだってなって。で、あのー、むずか、これさ、あのー、難しいのが、全く落ちなかったのよ、そっから。くらいかない。まあでも、あの、 一ヶ月は嘘だな。一週間前後ぐらいやっぱり続いて、その後も。うん。そうそう。で、でも当時お金なかったから、まだね、えっと、何年ぐらいだったかな、あれだ。あ、でも違うな。二十七八ぐらいかな、多分。あんまり生配信もしなかった時期だったから。で、その時に、 その時の前後ぐらいに、あの、何万ダーブ何万ダーブがあったのね。夏の。俺だからそれをね、そういえば今、刺繍っていうので思い出して。俺多分でも、もしかしてこの話ニコ生でしてたかもしんねえな、それな。うん。ニコ生でもしかしてたかもしんねえな。なんか聞いたことあるあ、ほんと 刺繍の,あのごめん、これ、落ちはごめん、落ちっていうか、ただ、人が死んでたあの、2階で人が死んでたんだよってただ言っただけなんだけど、落ちはね、ごめんなさい、ただ、あのー、このね、まあ、暑い夏になってきますから、皆さんも集合住宅とかに、あのー、住んでるでしょ、落ちじゃなくて、そう、原因だった、あの、まあね、なんかこう、変わった匂いとかは、まあ、お気をつけくださいっていうか、あのー、 そんなにね、人が死んでから2週間も気づかれないなんてって思うと、まあ、あのー、あれよね、明日は我が身じゃないけど、え、マジなな、何、この温度差、全然俺、面白くないんだけど、全然おもな、そんなのがみんな面白いのはあ、まあでも、俺のあれか、頭がバカになった方が面白いって言ったのと一緒か、まあそう言って、 あれだな。うんあの。そうなった方がいいんだな、多分な、おそらくな。俺も成長しなきゃ。本当 <laughs> 自殺するときに。自殺するときにって、もうなんかちょっと違うかもしれないけど。匂い消しするためにキャラメル膜とかあるよ。ええー。えー、どういうことキャラメルごときでキャラメルごときで <laughs> 本当にそれいやいやまああの臭い臭くないかって言ったらなんかあでもねどうなんだろうみんなもさあれだよね枕とか臭いよね普通に俺20代の時も,もう枕臭かったもん枕ってさそもそもどんくらいで洗ってる週俺1ぐらいなんだけど枕ってだよね週1だよね 1> 週1だよね。シーツも洗ってんだけど、今さ、まあ、換気するようになってきたから、この暑い季節だから。あのー、寝るじゃん、寝室で。風呂もちゃんと入ってんのよ。で、まあ、シーツも洗いました。枕も洗いました。で、5日目ぐらいになってくるとさ、放送終わるじゃん。で、窓閉まってんじゃん。よーし、寝室で寝るか、つってガチャって開けた時に、プーンってさ、 <laughs> なんだろうあの匂いみ,みんなもする5日目ぐらい寝室開けた瞬間この夏のこのこもった熱気とともに俺分かる気づけてるってのは俺まだ救いようがあるのよ開けた瞬間にさもわプーンって何の匂いだろうあれ何の匂いだろうあのこ,こうやって頭をこうやってガリ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 ってやって,てこうやってこれで匂いかんだ匂いがプーン 換気すれば大丈夫。換気すれば。え、でも絶対みんなもあるって。じゃ、じゃあ、あの、ない人もいるかもしんないけど、うわーとか、マジかよって言っときながら、第三者が噛んだ時にさ、感じることあるかもしんないって。俺自分で気づくから、から毛替わりの時期なんだって、おそらく。これを多分もう時期に俺感じなくなるのよ。だから、今神様がくれた、ちょっとこの生え変わりのチャンスで、あ もう君、今あれだよって。ちょっともう、代謝変わってきて、ちょっと変な匂いするようになってきた時期だよっていうのを気づかしてあげるとに俺感謝する。頭触っても普通臭くね。臭えよおめえも臭えから絶対こうやって、こうやって、あの、触ってたよ。こうやって指で、ね、三本指ぐらいで、こうやってガリ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 ね、頭皮をこうやって擦るのよ。スクラッチみたいに。子供の時やったら、宝くじでもこうスクラッチやんだろ、こうやって。スクラッチ、スクラッチ、スクラッチしてこうやって。 臭いわ臭いよ。絶対臭いから、マジで。臭いから。臭くないのは、おめえらがまだ生え変わりの時期じゃねえんだよ。俺今生え変わりの時期だから気づけてんだよ。ちょっとそういうことしろうるせえやめよう、この話は。ねえ、さっきさ、ちょっと。